本校研究主任の木村明則より本校の研究の概要を報告いたします研究主任の木村明則と申しますどうぞよろしくお願いいたします本校の研究について少しお話しさせていただこうと思います本校では研究の目指す子ども像として自らの力で進んで課題を解決する子ということをテーマに研究を進めてまいりました そこで研究主題を今年度は情報を主体的に集め論理的に思考する力の育成を目指してということで研究主題を設定しましたまたパナソニック教育財団の特別研究指定校のテーマとしてメディアの使い方を理解し適切な方法を見極めながら課題解決を進める力の育成として 教科学習の中で情報開発の実践力を系統的に育成するための小中一貫カリキュラムを作成するということで研究を進めてまいりましたこの研究主題の設定の理由に関しましては児童の実態からと書いているんですけれども昨年度は情報を伝えるというところで研究をそこに絞ってやってまいりました 情報を伝える場面で子どもたちはたくさんいろいろな面での情報の伝え方という技能面を身につけていったと思います。ただそういった技能面を身につけて上でさらにそれを聞き手により伝えたいよりどうしたらうまく伝えられるのかっていうようなことをもう少し検討する必要があるだあるだあるだあるなというような議論になりました。 そのためにはどうすればいいのかと考えた結果やはり伝える上でその伝える中身になるものが重要ではないかという話し合いになり情報を集めるいろんな情報を集めてくる思いも含めて集めてきてそれを膨らましていくっていうことに今年度は焦点を置くことでさらに研究が深まるのではないかということで設定しました。また 学全国学力定着テストでの課題、えー、連続テキストと非連続テキストを関連づけて書いている趣旨を読み取る力だとか表を読み具体的な数量としてグラフを読み両者を関連づける力とかいうところに課題が見られたのも事実ですさらに日々の学習の様子からやはり主体的に文章だとか表図グラフを読み取っていく力や自分の考え,を根拠考えの根拠をもとに 明確に話したりする力というところに課題があるなというところで研究主体をさ設定したということです先ほど全国学力学習状況調査の話も出ました出しましたけれどもこのようにこれは算数のテストの問題の様子ですがこのような形で実際に表から情報を読み取ったりグラフから情報を読み取って 問題を解いていくというような問題が設定されていますこういったことは情報を子どもたちが的確に表やグラフから集めていくまたそれだけではなくこちらの方の問題の文章をしっかりりと読み取れれななければなりませんそういったこと文章から情報を集める力というものをしっかりと定着させることによってこれらの問題にも対応していけるのではないかと考えたわけです。 そのような考えから研究主題を情報を主体的に集め論理的に思考する力を育成するというところに設定し情報教育の視点を情報を集める力さらに研究の強化を国語化と算数化に設定して研究を進めてまいりました次に香港の情報教育について少しお話ししたいと思います香港は情報教育を 中でも情報活用の実践力に焦点を絞っています情報活用の実践力を本校ではこのように大きく集めるまとめる伝えるのを3つに分けさらにそこを細かく3つに分けていますこれはお配りした冊子の中のカリキュラム表にも入っておりますのでまたご覧くださいその中でも特に情報を集める力というところに焦点を絞りました 絞った理由は先ほどの理由からですその情報を集める力はさまざまな情報手段 ICT を含む情報手段ですねいろいろな ICT を含まない情報手段も出てくると思いますがを適切に選択して情報を集める力集めた情報から必要な情報を取り出す選択していく力さらに本校では必要な情報を分類比較 えー、情報を整理する力まで集めるところに入れましたこれは先ほどの主題を設定する際に子どもたちがより思いを深める集めた情報をしっかりと受け止めそれを整理するところまでしっかりすることで伝えるというところにつながっていくのではないかと考えた上で集めるところにこの分類整理するというところを入れました、まあ、シンキングツールなどを使って分類、えー、整理するというところもこの中に含まれていきます。 こういった情報活用能力を横断的に系統的に育成していくために教師と子どもが情報活用能力の育成を意識して授業をしたり子どもが授業を受けたり学生学習をしたりというところに重点を置いてきました重点を置いてきた点に関してはこの4点です細かくお話ししたいと思います教師が情報活用能力を意識するという点で京都市から 情報教育スタンダードというものが出ています、えー、平成23年度と24年度はこの情報教育スタンダードをもとに研究を進め教師が情報活用能力の情報活用の実践力を育成するためにどうすればいいのかっていうようなことを考えながら授業を行ってきました今年度はこれをさらに発展させた上でこのような表を最初に作りました これが今回配ららせてもらってもっいる小中一貫カリキュラムの元になっているもののです。この中でも特にこの赤い部分に強調を強調して焦点を絞って研究を進めさらには今回出させていただいたカリキュラムにつながっていったということですまた教師が授業を意識するという点で問題解決的な学習の流れと情報活用能力の育成ということを意識してまいりました 事業を設計する上で問題解決的な学習の流れは大変重要なものですさらにそれと情報活用能力っていうものは切り離すことができませんそういった形で単元構想図をこういうふうに作るだということと研究授業が終わった際に研究の記録というものを作成し本次の学習の流れや教科の学習指導と情報活用能力がどのように関連していくのかというようなことを明確にしていったわけです 次に子供が情報活用の実践力を意識するということでこのような学習支援カードパワーチェックカードと子供たちには命名していますがそれを配布しましたこのような形で子供たちがチェックをしながら自分がどのような力をつけたのか経験したのかですねっていうことを明確にして学習を進めていったわけですこれは授業の様子です授業の始め単元の始めや授業の始めの時に今日を この行う授業は本人の目当てとともにパワーチックカードではどこにつながるのかということを明確にしている場面です。教師がこのように一人一人にこの力につながるというふうに指示する場合もあればグループで話し合いながらどれと合うのかなとすることもあります。また、板書でこのように示したりするということもありそれは担任サイトの方で自由に考えながら活用しているという状況です。 またですね学習支援カードをこのような自主学習で使うという方法もありますこのように自主学習で行う際にチークカードの項目を意識することでさまざまな学習方法学習経験を自分なりに考えて何度も経験するといろんな学習経験を何度も経験して力をつけていくことにつながるのではないかなと考えて活用してまいりました最後にですね 情報テキスト「私たちと情報」という学研が出版している本ですがこの本を活用すると教科の中でさまざまなまとめる部分や集める部分が教科学習の中で出てきますその際に一つの参考書としてこの私たちの情報を活用するということで学習を進めてまいりましたそれでは研究授業などを通してということで国語科の情報を集める実践について紹介させていただきたいと思います これは桜学級の国語科の夏近史という学習です。ここでは映像から情報を集めるということで情報手段の選択のところです。子どもたちが詩を読む際に教師の方でデジタルカメラで子どもたちの音読の様子を撮影します。それをテレビに映してそのテレビに映,して映っている自分の音読の様子を見る。まさに自分の様子。 の映像かからら情報を集めててさにに次にどううしいいくのかということを考えていく授業ですこのように映像から情報を集めることで子どもたちは主体的に次どのように読みをすればいいのかということを考える姿につながったと感じましたこれは国語科の実践です資料を示しながら伝えようという単元で集めた情報を比較分類し整理するという情報の整理をする ということを目当てにした事業です地域の方から戦争のことについてのお話を聞きましたその際にシンキングツールのウェビングを使いながら子どもたちはメモを取りましたただこれでは情報が莫大に多くしすぎますのでそれを扱いやすいように表に整理しさらに伝える際にはグループで発表するということですのでグループでどのような情報を伝えるのかということを付箋を使って整理をしていきました このような形で集めた情報をどんどん削ぎ落としながら必要な情報だけを残していくっていうような活動を行うことで子どもたちは主体的に情報を整理していたなということを感じられる実践でした次は2年生です2年生の国業科の紹介文を書こうということでここは必要な情報を落とさずメモを取るという情報を取り出すというところに焦点を絞ったものです友達のいいところをインタビューをして、えー、集めていく という学習ですこの際はワークシートの作り方に注目しました子どもたちが情報をうまく取り出しやすいようにワークシートを工夫して子どもたちに配布しましたそうすることで子どもたちが友達から聞いたことに対して主体的にそのワークシートに書き込んでどんどん聞いていこうという主体的な姿につながったと思いますこれは4年生の「国語科の調べて発表しよう」 という学習ですここでは必要な情報と不必要な情報を区別して整理するという情報の整理に関しての実践でした子どもたちはユニバーサルデザインをテーマにさまざまな情報をカードに集めてきましたそれをこのようなワークシートの形式の中にはめ込みながらどの情報を一番選ぶことが一番自分が伝えたいことが伝わるのかな というようなことを考えてそれも仲間とも話し合いながら区別していくという時間でした自分でワークシートにまとめるということと仲間と話をするということで本当に必要な情報が何なのかというようなことを考えて区別していく姿が見られました続いて算数科での情報を集める実践ですこれは算数科の表とグラフの今日の研究授業の前の様子です これは表とグラフから情報を取り出すという力を育成するということで最初の時間にこのようなランダムなものからえ自分たちで表を考えグラフとかを考えてやっていくさらにそれを終えた後にグラフをもとにグラフというものはどのようにできているのかというふうなことを探して集めていくそれをもとにしてグラフを書くときにはこのようなことを注意するということを抑え いろいろな図書からいろんな棒グラフを探してそれをノートに移していくということをしましたそれをする際にグラフの中にどのようなことが書かれているのかどのような数値が書かれているのかという読み取りもやっていきました自分で選んだグラフですので非常に主体的にグラフから数値を読み取ろうとする姿が見えましたまた、えー、コンピューターを使っても、えー、表というものはすぐにでグラフができますのでそういう体験もこの授業の中で行いました グラフを読んだり書いたりすうことによってグラフからの情報の取り出し方っていうことを何度も経験してそういうことを定着させていくということにつながったのではないかなと感じています。6年生の算数科の「人その利用」についてです。集めた情報を使いやすいように自分なりに記録し再構成するという学習でこのような文章をもとにそれを再構成していく。 っていうことを、えー、授業で行いました。この際に使える情報と、えー、それから気づいたことということを項目的に挙げることによって、子どもたちはどのような情報が使えるのかっていうふうなことを考えながら主体的に情報を整理していくっていう姿に繋がったと考えます、えー。最後に1年生です。これ一年生の3つの数の計算の、えー、単元ですが、操作をして情報を集める。 このブラックを操作することによって計算をするというところの情報を集めていくという場面とえ差し絵を提示してその差し絵の中から必要な情報は何なのかというふうなことを考えて選んでいくというような学習でした、えー、差し絵をもとに子どもたちが情報を考えることで主体的に計算算数の3つの数の計算というところにつながったと考えます、えー、最後に成果です研究を通して ここに作らせていただいた小中一貫カリキュラムがこちらになります1年生から9年生これは集めるになりますが冊子の最後の方につけておりますのでまとめるスタイルも一緒につけておりますまた見ていただければ幸いですこのような形でデジタルカメラというふうに大きくしていますが系統性を持たせて書いたというところが一つのこのカリキュラムの売りだと考えています またこのような研究の記録、今日配布させていただきました CD ロムの中に入っております。特に情報活用の実践力の指導や児童の反応に関係するところをゴシックでしています。あの配布させてもらった CD には火星もつけていてよくそれがよくわかるようになっておりますのでぜひ一度見ていただいて参考にしていただけたら幸いです。 最後に成果としての最後は学習支援課どのやはり開発とその方法の検討ということができたところではないかなと考えています今後に向けてです今年度の研究ではここから算数間に焦点を絞りましたがやはり情報開発の実践力研究すればするほどいろんな強化領域で活用できるなそういう力が必要だなと感じることが非常に多かったですですので多強化や多領域の波及や広がりが大事だと いうここととと今回作作成成ししたたカカリキュラムをもとにに学学習支援カードの中学版が作成することが可能になりましたそういったものを、えー、作成していくということができるのではないかなとまたこのチェックカードをもとにそれをハンドブックのような形にすることで子どもたちは自分で自主学習や学習を進めていく力がつくだろうなと考えますそういったものの作成が今後、えー、できるのではないかなと考えています以上ですご清聴ありがとうございました